令和2年11月1日大阪鶴見緑地球場にて 2020X リーグディビジョン3ウエスト秋季交流戦が行われます。本日の第1試合目は磯野スーパースターズ対トライスターズの一戦です。試合開始12時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側カラーネイビーのユニフォームが磯野スーパースターズ、奥側ホワイトのユニフォームがトライスターズです。本日の試合は当初の予定とマッチアップが変更になっております。今シーズンの X リーグディビジョン3は昇降格がないシーズンとなります。したがって今季の秋季戦は全て交流戦として扱われます。なおこの撮影は当該チームの要請によるスカウティングとして撮影を許可されております。トライスターズキックオフ、磯野スーパースターズリターンで試合が始まります。プレーナンバー1-1トライスターズキックオフ、キッカー9番8番です。磯野リターン、磯野陣35ヤード付近でボールデッド。ここから磯野の攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃はその1回をダウンと称し、回数に応じてファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンと称します。攻撃の回数は4回で10ヤードを進み攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点ゾーン、エンドゾーンを目指します。プレーナンバー1-2磯野ファーストダウン10、ボールオン自陣36ヤード。ナニバック25番、トスを受け右オープン展開、しかしこれはトライスターズアジャストよく約3ヤードロス。プレーナンバー1-3、磯野セカンドダウン13、ボールオン自陣33ヤード、2回目の攻撃、残り距離、攻撃更新まで13ヤード必要です。磯野ファーストダウン。ランニングバック25番、ハンドオフを受け再び中央突破を図るも、これもディフェンス集まりよく、しかし右にカットバック。はい、右オープン独走しファーストダウン獲得です。プレーナンバー1-4磯野ファーストダウン10、ボールオン自陣48ヤード。インターセプト。ターンオーバー。クォーターバック19番、ワイドレシーバー11番のパスでしたが、これを取ったのはトライスターズ2番。
インターセプトで攻守交代です。ターンオーバープレーナンバー1の5トライスターズファーストダウン10ボールオン自陣49ヤードランプレーキャリア21番、しかしこれはカバーされゲインはなし、セカンダーに変わります。プレーナンバー1の6、トライスターズセカンダーウンテンボールオンは自陣49ヤード、攻撃権更新には10ヤードの前進が必要です。ウィングバックモーションからハンドオフを受け、左オフタックルを狙う。キャリア2番、ゲインは約2ヤード。サードダウンに進みます。プレーナンバー1の7、トライスターズ相手陣40ハーフウェイからサードダウン9。ウィングバック2番、再びモーションからハンドオフ、しかしこれもアジャストされノーゲイン、フォースダウンに変わります。プレーナンバー1の8、トライスターズフォースダウン9パントフォーメーション、キックによる陣地挽回攻撃放棄を行います。このバントを転がりよく磯野陣約12ヤード付近で攻守交代となります。プレーナンバー1の9、磯野ファーストダウン10ボールオン自陣2ヤード、失礼しました、先ほどのパント2ヤード付近での攻守交代となっております。ランニバック25番ハンドオフから右オフタクルを使おうとするも、これはトライスターズアジャストし約1ヤードロス。プレーナンバー1の10、磯野自陣1ヤードからセカンダウン11。再び中央へのランプレー、キャリア86番、セカンダイフォートにやりより約4ヤードのゲイン。プレーナンバー1の11、磯野サードダウン7ボールオン自陣5ヤード。
ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクです。アメリカンフットボールは暑さ対策として審判の判断により試合の途中でウォーターブレイクを取ることが許されています。プレーナンバー1の11、磯のサードオン7、ボールオン自陣5ヤード。中央へのランプレー、キャリアは25番。しかし、ファーストダウン更新には至っておりません。フォースダウンとなります。プレーナンバー1の12、磯のフォースダウン4、ボールオン自陣8ヤード、パントフォーメーションを選択します。パンター18番。このバントは自陣40ヤード付近でアウトオブバーンズ、攻守交代です。プレーナンバー1の13、トライサーズファーストダウン10、ボールオン相手陣36ヤード。ランニバック21番、トスを受けて右オープンへのスイーププレー。しかしこれはカバーされておりノーゲイン、セカンドダウンに変わります。プレーナンバー1の14、トライサーズ相手陣36ヤードからセカンドダウン10。インターセプト。クォーターバック19番、ドロップバックからパスを投じましたが、これを取ったのは磯野43番、攻守交代です。ターンオーバープレーナンバー1の15、磯のファーストダウン10、ボールオン自陣36ヤード、規制37ヤードに訂正します。
中央へのランプレー、ゲインは約2ヤード、キャリア25番。プレーナンバー1の16、磯野自陣39ヤードからセカンドダウン8。ランニングバック25番、ハンドオフから右オフタックルを突こうとしましたが、これもカバーされており、ゲインはほとんどなし、サードダウンに変わります。プレーナンバー1の17、磯野自陣40ヤードからサードダウン7。3回目の攻撃、攻撃権更新まで残り距離7ヤード。三度のランプレー、キャリア25番、しかしフォースダウンに変わります。プレーナンバー1の18、磯野フォースダウン5、パントフォーメーションを選択します。パンター18番、このパントコントロールよくトライスターズ陣10ヤード付近でボールデッド、しかしここでイエローフラグ、反則が発生しております。先ほどディフェンスに反則がありました。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。この反則を取りまして、磯野ファーストダウン更新となります。磯野ファーストダウン。プレーナンバー1の19、磯野自陣47ヤードからファーストダウン10。ロンゲイファースダウン、ランニングバック25番、トスを受け左オープンへのスイープラン、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ディフェンスの反則です。フェイスマスク、相手のフェイスガードをつかみました。しかしこの反則を、取りません。プレーを有効とし、磯野大きく前進しファースダウン。
プレーナンバー 1-21 磯野相手陣6ヤードからファーストダウン2ゴール。QB サーク、クォーターバック中、失礼、ランニングバックでのランプレーでした。しかしこのランプレーをする前にトライスターズ78番がチャージし大きくロス。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、磯野スーパースターズ0点、トライスターズ0点、攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。